異論がないなら交渉成立です君島育党役をやらせていただきました細貝圭です はい、えー、今回ですね、えー、君島嶋育との、えー、キャラソングを出させていただけるということで、えー、レコーディングをさせていただいたんですけれどもまあまあ,あの最初お話をいただいた時はびっくりしましてまさか、えー、キャラソンで一人で出すことになるとなんて思ってもいなかったことなんでふあの声優業というのはあまりや,らあのやっていないので、えー、しかもそれに えー、輪をかけて歌が本当苦手なんで本当今回どうなるかなと思ってたんですけども、えー、ディレクションをしていただいた宇ザさんや、えー、作詞作曲をしていただいた新井さんにすごく助けていただいてですね、えー、事前にあのレッスンもしていただいたりだとかすごくあの優しく優しく、えー、今回のレコーディングを、えー、レコーディングに臨むことができました、えー、皆さんに、えー、ぜひ気に入っていただけたらいいなと思っています。えー 今回の曲はすごく。あの夏にぴったりなね、えー、爽やかな。なんか高校生の甘酸っぱい恋愛をでちょっときっとあのー、まめんどくさいというか <laughs>、なかなかちょっと気難しいね。女の子が好きなんでしょうね。この男の子はなんかそういうすごい。甘酸っぱさが出てて、なんかさすごい青春な感じがしてて、すごく自分的には、えー、気に入った曲になっております。 そうですね、君、え、島、ー、クトというキャラ,ですキャラはですね、えー、僕自身は、えー、すごく、あのー、まあエリート街道をマッシュグラでずっと生きてきてその傍ら、えー、アイドル活動もしていてすごくキラキラした世界に生きながらもテニスではまたエリートでもう本当 挫折を味わったことないんじゃないかなっていうぐらいすごい僕自身も羨ましいぐらいな人生を歩んでるなっていうすごく印象がありましてでもそのかたわらその彼の面白いとこっていうのがそのテニスのプレースタイルがですねその交渉術という相手,相手を相手と交渉してうまい具合に、えー この相手を裏でねじ伏せるというそういう話術も持っているっていうもう本当頭まで切れるっていうね、えー、本当のもう抜けどころがないもうすごく完璧な人間だなっていう印象がありましてもう僕とまあ反対でもうたくさん見習わないとこがあるなっていうすごいそういう印象ですね。はい はいそうですねあのそして今回のその「新用テニスの王子様」のオーディションに決まった時はですねまあ、とにかくとにかくびっくりで、えーまあ、初めてのそういう声優のオーディションに行かせていただいてもう右も左もわからない状態で、えー、オーディションに臨んでそれで、あのー、奇跡的に合格をさせていただいたんですごく自分的にも、あのー、思い入れ深いというかっていうのも僕のデビューの作品がですねあのテニスの,あのミュージカル「テニスの王子様」で。 あの日吉若司という役をやらせていただいていたんですけどもなんかそういうつながりもあってですねあの俳優としてデビューがテニミュでそして声優として初めてオーディションで受かったキャラクターもまた新テニスの王様っていうそういうあの初めてつながりも、えー、8年越しに今回経験させていただいてすごく、はい嬉しかったことになりました。はい そうですねあのー、今後もしまた君島の出番があったら僕自身もその声優としてのスキルアップした状態で、えー、また臨みたいと思いますし、えー、きっと君島行くともまた新たなすごい交渉術をさらにスキルアップしてきっとまた出てくるんではないかと思っていますので皆さんぜひぜひ、えー、そこにもご期待していただけたらなと思います。えー、また、えー 声を通して皆さんにお会いできる日を楽しみにしております君島育典役の細川圭でしたありがとうございますバイバイ